こんにちは、こんばんは、赤尾です。皆様、ゴールデンウィークはどうお過ごしですか？うっせぇ、一日も予定入ってなくてこちとら退屈してんだよ。という人のために、この場をセッティングしました。では、早速始めていきましょう。第1話、オバとヘビ。オバに当たる人が死んだんだけど、ちょっとゾッとすることがあった。おばさんって言っても13しか年離れてないから、子供の頃の俺にしたら姉みたいな存在だった人。おばがいよいよやばいかもだから、話できなくなる前に会っとこうって話になって、じいちゃんも心配だし、ゴールデンウィークに母親の実家へ行った時、やたらヘビが出てきた。田舎だしヘビくらい見るんだろうと思うけど、天然物っていうか自然のヘビみたいなのに遭遇するの、初めてだったからビビったわ。おばとも話をしたんだけど言うことがオカルトで、その時は、自分の死が近づくとオカルト的なこと考えちゃうのかなとか、死が近づいて怖くて仕方ないのかなとか、内心おばの話が眉唾で、あーはいはいって感じで聞いてた。おばの話の内容っていうのが、おばが幼女だった頃の話で、好きだった男の子の話だった。その男の子がある日消えちゃったんだけど、最近夢で再会したとか、男の子は蛇になってるんだとかね。それで迎えに来てくれてるんだけど行きたくない、寂しい、死が怖い、行きたいって言ってみたり、かと思えば仕方ない、受け入れなきゃねーなんて言ったりしてて、あの時死に直面してメンヘラ化した上に中二かよとか思った自分をぶん殴りたい。それから滞在中の1週間、俺の車の前にトグロ巻いた蛇が出る。じいちゃん家からおばのいる病院へ行くときと、おばの病院から帰るとき、必ず蛇を見た。じいちゃんの家は自然まみれなところだから、蛇が出てきても納得いくんだけど、そこそこでかい病院の駐車場に、蛇がそうそう頻繁に出るもんなのかって、徐々に怖くなっていった。おばの話の中で、私に近づく男の人を、蛇になった男の子が遠ざけてた。って話もあって、母に聞いたら、実際におばは何度か破談になったりしてて、結婚の日取り決まったのに婚約者が死んだり、恋人が事故で障害者になっちゃったり、とかが何回かあったらしくて、おいおい、俺は親族だし、マジで？取り憑かれた？って怖くなった。蛇を見るのはじいちゃん家滞在中だけで、帰宅したら蛇見なくなった。それで、おばが先々月死んだ。通夜、葬式、斎場、納骨、全部に蛇が出てきた。白いのが、それまでは灰色みたいな茶色っぽい蛇だったんだけど、おばが死んでから白蛇。仮通夜の時なんて、どこから入ったのかおばの枕元でトグロ巻いてた。おばが言ってたことはメンヘラとか中二とかじゃなくて、事実だったのかと思うようになった。本当におばは蛇に連れて行かれちゃったんじゃないかと思った。そう思うと、寂しいとか怖いって言ってたおばに、俺はかなりひどいことしてたんじゃないかと後悔した。おばが蛇に取り憑かれてたんじゃないかって思ってる。こんな話、ちょっと身内に話せないから吐き出させてもらった。子供の頃の友達が行方不明、神隠しにあったらしいし、蛇は神様の化身や眷属、死者として昔から語られてきた側面もある。おばさんの言う通り男の子が蛇なのだとしたら取り憑かれたのではなく、いわゆる神様に見初められていたために、神の使いとしてそばにいたんじゃないのかな。人からしてみたら理不尽かもしれないけど、仮にそうだとすると、悪い神様でないことを祈るばかりだ。仮にそうだとして、本人がまだ死にたくない。行きたいって思ってるのに、連れて行く神がいい神なわけがない。どんな御利益ある神でも疫病神でしかない。しかも、この話だと本人のみならず、おばの婚約者まで何人かほふってるし、間違いなく害悪だよ。そやあくまで人間視点、基準での区分だろ。神様からしてみれば違う意味があったのかもしれないわけだし、ご利益の有無だけで人間が神様を選別しようだなんて、おこがましいと思わんかね。白い蛇は、いい蛇。黒い蛇は、悪い蛇。そんな話を聞いたことがある。白蛇って友人の化身ってみなされることがよくあるからね。うちの地元の神社でもご利益のある友人の化身って扱いだった。この話の蛇がそうなのかはわからないが。このお話の約6ヶ月前、あるスレに次の話が投稿されていた。
第2話、初恋の相手と遊んだ。初恋の相手との出来事、鮮明に覚えているのに、相手の顔も名前も覚えていない体験。7歳の頃、同じ学年で別のクラスの男の子と仲良くなった。当時、私はいじめられたりすることもあって、一緒に帰る友達とか皆無だった。下校時、彼はいつも校門のところにいて、一緒に帰ったり、寄り道して遊んだりした。で、土曜日、当時は土曜日は午前中のみ授業があった。一緒に帰っていると、明日一緒に遊ぼう。と誘われた。快諾したら、可愛い格好してきて、お姫様みたいな格好がいい。って言われた。なんで？って聞いても理由は教えてくれなかった。当日、私の持っている中で一番のお気に入りを着ていった。彼は家まで迎えに来てくれて。わあ、かわいい。って言ってくれた。それで、A ちゃんのお父さんとお母さんに。で、小さい箱と手紙を渡された。封筒の表には、A ちゃんのお父さんとお母さんへ。って書かれてた。字は彼の文字だと思う。子供特有の漢字のする文字だった。箱は本当に小箱。大きさ的には子供の片手に収まるくらいの大きさで、真っ白な箱だった。母を呼んで箱と手紙をそのまま母に渡した。その後二人で遊びに行った。どこをどうやって行ったのか覚えていない。ただ手を繋いでいたから、そのまま彼について行った。たどり着いたのは小川。小川と言っていいのかわからないくらい、水深も浅く川幅もない川。その小川のすぐそばの少し小高くなったところに神社があった。小川で虫取ったり、花を摘んだり、魚探そうとかやっていた。私はお気に入りの服を汚さないように気をつけて遊んでいた。神社の鳥居の手前にある石段に腰掛けてお菓子を食べて、また遊ぼうとしたら川の中で私が転んだ。膝をひどくすりむいた感触があったけど、ジンジンするだけで傷はなかった。なのに血が流れてきた。股間から血が流れていた。だけど股間なんか売ってない。別に尻もちついたわけじゃなかったし、流れる血を見て私はパニクった。彼はパニクる私を見ながらニコニコしてた。なんで笑ってるの？私死んじゃうかも、って泣いた。彼は、怪我してないよ、大丈夫だよ、死んだりしない。よかった。とか言う。きっとも良くないのに、私は流血ですっかり泣いてしまって、帰りたいと言って彼と帰った。いつも下校時に別れるところでさよならして帰宅。母に怪我をしたって報告をして、下着を脱いで確認したけど血なんかついてなかった。どこも怪我してなかった。ほっとして、母に彼からもらった手紙と箱のことを聞いてみたら、ああ、うん。って濁されて終わった。二人で遊んだ翌日から彼と会えなくなってしまった。いつもの校門のところにいないし、待っていても来ない。探そうと思っても、何組に在籍しているのか知らなかった。連れて行ってくれたあの小川と神社もない。姉と兄に話しても、そんな場所は知らないと言われてしまうし、手渡したはずの彼からの手紙と小箱の存在も、翌日以降から母は知らない、もらってないと言い出すし。休み時間に別のクラスを探し回ったけど、彼は見つからなかった。背格好と髪型を言っても、そんな子いない、知らないと言われる。7歳の私ができる限りをしたけど、彼は見つからなかった。突然いなくなってしまったのも、手紙と小箱のことも、神社と小川がないのも、大好きだったのに顔と名前がすっぽり抜け落ちたように忘れてしまっているのも、股間からの流血も、彼の言動も、全部が私にとって不可解。大体、彼とはいつも通学路で別れていて、一度もお互いの家に行き来していないのに、どうして迎えに来れたのかもわからない。本当に不可解。残酷なこと言うようだけど、私もあなたはいたずらされたショックで記憶を改ざんしたのではないかという気がする。お母さんはそれに気づき、あなたの記憶の混乱を利用してなかったことにしようとした。犯人の男の子は転校させられた、というような話なのでは。何も思い出さない方がいいよ。いたずらされたんでしょうか。母は亡くなってしまったので、もう箱のことも手紙のことも、いたずらされたのかどうかもわからなくなってしまっています。当時の私は、それはもうしつこく母に手紙と箱のことを聞きました。ひょっとしたらお別れの手紙で、住所とか書いてるかもしれないと、住所がわかれば手紙を出したいって思っていたので。私は彼が大好きでした。
将来結婚する約束とかしてたし、彼との約束があったからってわけではないけれど、この年齢まで結婚も出産もせず、このまま私の人生は病気で幕を閉じそうですけどね。その病気っていうのが子宮が原発になっているので、なんだか股間からの流血とオカルト的なつながりあったりして、なんて思ったり。不可解な体験と記憶だけど、本当に何かいたずらされていて、そのせいでこういう記憶があるのならば、思い出さない方が良さそうですね。いたずらされたと確定したわけじゃないでしょ？ただここの人たちが推定で言ってるだけで。お願いだからここのレスでは895は人生の方向性を決定しないでね。妙なカルトに首突っ込んだら、そこで負け確定。まあ草植えてる時点で釣りなんでしょうけど。男の子は、小川の神様？で、小川での一件は神様との結婚式だったり。可愛い格好してきて、お姫様みたいな格好がいい、つまり花嫁衣装。出血は川の神様に書状捧げた結果。彼の発言は婚礼の儀が成功したから。手紙はその昔、お母さんが子供の頃に川の神様と契約とかしてて、昔約束したのが書かれてあったとか。箱の中身は、当時のお母さんが望んだもの。とか。その推測も興味深いが、封筒の宛名がお父さんとお母さんだから、872の両親が結婚してからの出来事に関係するんじゃないのかな？例えば、その男の子は872が生まれる前に溶接した兄だった、とか。川の神の線も捨てがたいが。股間から血の話、処女喪失の血とは限らないんじゃね？医療をついて実は単なる所長だったとか。これで最後にします。草生やしちゃったのは、なんていうか照れ隠しですごめんなさい。7歳で所長は迎えていません。中学生になってからでした。今すぐに同行というより、子宮、卵巣を全摘出、からリンパ転移発覚。なんだか漠然と、悪運もそろそろ尽きたのかな、これで死ぬんだろうなって思っているだけです。川の神様と、いたずらで記憶改ざんしただったら、まだ川の神様説の方が私の心は救われます。それに、その説の方が今までの出来事に納得できるから、罰があったって、彼の、A ちゃんをお嫁さんにするね。って言葉に嬉しくて、うんと返事したけど、彼と会えなくなってから行こう、年頃を迎えていろいろと男性とお付き合いしましたが、ことごとくお付き合いしたり私に好意を持ってくれた男性が、事故で大怪我したり病気になったりして、それを理由に相手から別れを切り出されます。結納日まで決まった方がいましたが、事故で亡くなりましたし。だから、うまいこと言えないけど、初恋の彼、川の神様、その約束を無視して付き合ったりしたから罰が当たったって、そういうことにしておきます。第3話、ゴスコ。うちの会社にコネで入ったバイトがいる。ゴスロリ的性を上げる娘さん。仮に名前をゴスコとする。影のあだ名がアゴなしゴス、またはボンレスという時点で、容姿は推し量ってほしい。いろいろ痛々しく笑いを呼ぶエピソードのある彼女だが、自称霊能者もその一つ。前世がどっかの巫女で姫で、よくわからんが悪霊と戦い続けているらしい。そのせいで現実と戦う方に手が回っていないようだ、惜しい。で、うちの社の先輩 A さんが春先に引っ越したんだが、その部屋に幽霊が出ると話した。一人暮らしなのに誰かの足音がしたり、黒い影が見えたりするらしい。自分と先輩 B さんとがその話を聞いていたら、割り込んできたゴスコ。張り切って除霊をすると気合十分。前述の通りコネのある子ということもあり、無下にはできない A さん。ゴールデンウィーク中に除霊を決行することになった。同席するのは部屋の主である A さん、A さんに泣きつかれた B さんと C 女子。さて、ゴールデンウィーク明けの今日、出勤するなり C 女子と A さんに会議室へ連行されて、事の顛末を話された。二人とも顔が笑ってた。まずゴスコ、B さんの車で A さん宅に向かう途中。嫌な気配がします。これはとても強い霊です。と語り出す。しかしその時見ていた方向、A さん宅とは逆方向。除霊に使うのは、何かしたらしいアラジオと、月の光に当てて何かしたという聖水。聖水、思いっきりジョニーウォーカー、ウイスキーのボトルに入ってたらしいが。血を巻く姿に土俵入りがオーバーラップし、笑いを耐える三人。呪文らしきものを唱えながら、聖水をぶちまけるゴスコ。
トランス状態になり、奇声を上げて転がり回るゴスコ。そのスカートがめくれて、ストッキングとパンツが丸見えになる恐怖にビビる A さんと B さん。冷静に。ユニクロだ。と観察する C 女子。ここで、悪霊が私を犯そうとしている。というゴスコの解説が入る。アンアン言い出すゴスコの様子に。俺辞表出したい。と思わずつぶやく B さん。一通り終わった後、霊力を使い果たしました。とか言ってぐったりする、汗まみれのゴスコ。ゴスコ帰宅後、塩と水でジャリジャリの部屋を掃除する三人。笑えるのはここから。その夜、A さんが寝ようとすると、また黒い影が枕元に。その影は、恨みがましい低い声で一言。あれは、ない。思わず A さんが笑うと、影は消えてしまったそうだ。幽霊にまでダメ出しされるって、人としてどうなんだろう。ちなみに、ゴスコは寝坊したので、今日は休みますって連絡が母親から入りました。ねえわー。これはひどい。でも呪霊になったんだ。やっぱり生きてる人間が一番怖い。第4話、義理の姉。あまり周囲の人には言えないタイプの話なのですが、こちらでなら聞いていただけるかもしれないと思い、書き込んでみます。とにかく誰かに聞いてもらって、自分の中で整理をつけたいのです。2年前、義理の姉が死んでしまいました。口述するように、私が明確に自分の家族だと思っているのは兄しかいません。兄も同様ですので、兄の結婚を離れて暮らすようになっても、互いに行き来し合っていたこともあり、私と義姉とは本当の家族のようになっていました。少なくとも私はそう思っていました。だから、新婚だった兄の悲嘆は深いものでしたが、私も大学を休学するほど落ち込んでしまっていた、という状況でした。兄夫妻が暮らしていた実家の私の部屋で、私は義姉のことについて考え続け、そして妙なことを思い出したのです。それは子供の頃の記憶でした。忘れたことはなかったのですが、特に思い出したり、義姉と結びつけたりするようなことはなかったようなものです。それはこんなものでした。私と兄とは子供の頃、一時期東北の親戚の家に預けられていました。私の家はちょっと環境が複雑で、両親はほとんど日常茶飯事に姿をくらますという状況でした。ですから多分、蓄電対策として、手の空いていた親戚のところに放り込まれたのだと思います。今にして思えば、あれ自体が不思議な体験でした。多分かその村だったのだと思いますが、何しろ老人しかいないのです。少なくとも子供なんかはおらず、就学年齢前だった私はともかく、5歳年上の兄までも学校にも行かず、日がない一日、ぶらぶら畑の中の道を歩いていました。親戚の人に意地悪された記憶なんかはないのですが、親切にされたという記憶もなく、はっきり言うと、どこの誰だったかも思い出せない曖昧な過去です。私たちは大声を出して遊ぶこともはばかられるようなその静かな村で、寂しいねえとか言いながら過ごしていました。で、そこで私は、一日だけちょっと不思議な体験をしたのです。はっきり言って不思議と言っても、この段階では地味なものに入ります。老人ばかりのその村の、私たち兄弟だけの遊び場に、若い女の人がやってきたのです。幼児らしく思考能力のなかった私の方は、わーいお姉さんだー。今日はとか言っていた記憶がありますが、兄はさすがに警戒して、私を引き戻したりしていました。ですが、兄もそのうち慣れてしまったようで、私たちは3人で暗くなるまで遊びました。で、どこが不思議なのかというと、まず、次の日から、そんなお姉さんには全然会えなかったということ。そして、そこは東北であったにもかかわらず、なぜか女性は関西の言葉を話していたこと。これは実を言うと曖昧です。でも、多分そうだったと思います。さらに、そのお姉さんが時々、私たちに理由もなく謝っていたことです。一番最後のことがあったゆえに、私はこの出来事を覚えているのです。遊びの切れ間に、いきなり、ごめんね。とか言い出すので、ぎょっとするは少し怖いわで、そのお姉さんのことを変だなぁと思っていました。記憶はここまで。で、実家で義姉について考えていたところまで話を戻します。ものすごく悲しんでいたから、多分そのせいもあるんでしょうけど、記憶の中のその女性と義姉が、私には同一人物としか思えなくなりました。
顔も似ていたような気がするし、姉も関西人でした。飛躍しすぎだとセルフツッコミを入れつつも、思考は止まりません。そして、もう一つ小さなことを思い出しました。兄と義士が結婚する前、あの兄のどこが良かったの、みたいなことを尋ねたら、義士は、〇〇くんに、ものすごい勢いで口説かれてそのまま流された。と笑って答えたのです。正直、にわかには信じがたい話でした。先ほどお話ししたような家庭の事情が原因だと思うのですが、兄には人間不信気味なところがあります。大人になっても兄は、顔も頭も決して悪くないのに怖い人で通っており、家族以外にフレンドリーにしているところなんか見たこともありませんでした。以上のような事情を話しつつ、義士からより話を聞くと、前に会ったことがないか、と、しつこく言ってきたというのです。単にものすごく義士が好みだったに過ぎない、という可能性もありますが、それにしたって、少しでも兄を知っている人にとって、彼が人を口説いたりする様を想像するのはなかなか困難です。本当に兄は義士と以前に会っていると考える方が、私には自然に思えます。で、それは子供の頃に会ったあのお姉さんじゃないだろうかと。その時は盛り上がりましたが、やがて2、3ヶ月経ち、どうにか立ち直ってきてみると、どう考えても違うように思えてきました。兄もとりあえず外見は大丈夫そうになってきていたし、私はバイトもあったので、大学近くのアパートに戻ることにしました。それで、2年が普通に過ぎまして、ついこの間のことです。今年のゴールデンウィークに私は兄と会い、多分初めて、姉が死んだ時の話を兄の口から聞きました。姉の死因は交通事故です。病院に運び込まれて、手術前に兄と話した時、義士は、先に死んじゃうなんて〇〇ちゃんに申し訳ない。とか、ちゃんと謝りたい。みたいなことを言ってくれていたそうです。家庭に恵まれなかった私のことを、姉はいつも気にかけてくれていました。それで私は、子供の頃あったあの女の人のことをまた思い出したのです。姉は優しい人だから、幼少時見捨てられた子供だった私たちのことを最後まで気にかけて、尋ねてくれたのではないか。そして、そんなこといいのに、謝ってくれたのではないだろうか。そう思ったわけです。なんだかすっきり整理がついたような口調ですが、本当はそうでもなく、可能性が増えてしまっただけに結構混乱しています。兄に、昔のあの女性のことを義士だと思っているか、なんて話はさすがにできないし、友人たちにするには、家庭の事情を話さなければならない部分も多いため、ためらわれるのです。長くなってしまってすみません。でも、私の中でちょっと整理がつきました。不思議だなーって体験です。生まれるは死の始まりとは言うけれど、出会った日が時を超えた最後の一日だったとしたら切なすぎるじゃないか。でも最後の最後の最初まで、二人はお姉さんに愛されてたんだな。よかったな、本当によかったな。今会いに行きます、みたいな話だな。第5話、パラレルワールド的な場所で約2ヶ月ほど過ごしていた。初の書き子なので改良編だったり読みにくかったらすまん。先日、とある県で知り合った元少年と再会して、その時のことを思い出したので10日。5年ほど前のゴールデンウィークで体験したことだが、そこで平行世界？パラレルワールド的な場所で約2ヶ月ほど過ごしていた。長くてすまん。とあるショッピングモールに買い物中、ベンチでうたた寝して目が覚めたら誰もいなかったんだ。吹き抜けの天井見たら不気味なくらい真っ赤な夕焼けが印象に残ってる。とりあえず外に行こうとして道中、小学校低学年の女の子と遭遇して一緒に行動。なぜか5月なのに暖かそうなジャンパーを着ていたのが気になった。1階に行くとスーツを着たお姉さんが駆け足でやってくる。なんで2人いるの？と謎の言葉、お姉さんはすぐに携帯電話で先輩とかいう人と連絡を取り始めた。こっちは先輩の方なんですね、とか言ってた気がする。しばらく携帯で喋ってたんだけど、通話が終わるとお姉さんが、防災避難訓練中だったのですが、ご家族の方から姿が見当たらないと連絡を受けまして探していました。これから案内をしますのでついてきてください。と言って特に気にすることなくついていった。普通は気にするところなんだろうけど、この異常な事態に自分たち以外の普通な人に会ってほっとしてそこまで気が回ってなかった。
それで1階のレストラン街を通り抜けると食品を売っている場所に行くんだけど、そこの防火シャッターが降りてたんだ。蛇腹みたいなのじゃなくてツルツルの1枚板みたいなやつ。で、橋の方に人が通るだけのドアがあってお姉さんがそこのノブを握りながら。この度はご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。こちらを抜ければ戻れますので。確かこんなことを言いながらドアを開けて、そこに押し込まれる感じで二人してドアを通り抜けた。そしたらさ、さっきまで人っ子一人いなかったはずの場所に人がうじゃうじゃいるんだよ。あ、変な人じゃなくて普通に買い物に来たお客さんや店員さんってことだよ。直前どころか、ちょっと前でも避難訓練していましたよ的な様子もなく買い物しててさ、は？へ？防災訓練どこ行った？って感じで女の子と顔を見合わせて、二人揃って後ろを振り向いたらさ、防火シャッター、降りてなかったんだよ。後ろにあった光景はシャッターじゃなくて、お昼時にレストラン街でどの店に入るか選んでるお客さんや、買い物に来てこれから帰る人がわらわら。もう頭の中パニック寸前だったけど、女の子がいたからなんとか平静を保てた。その後異様に寒いなと思いながら、女の子の親御さんを探すんでインフォメーションセンターに向かったら、3日前から行方不明になっていたことが判明。母親から誘拐犯扱いされたりしたが女の子の必死の弁解と、防犯カメラの映像、館内放送で呼び出され不機嫌な母のとんでも発言で事なきを得た。どうも女の子は売れっ子の子役らしく、そのあたり見事に疎いんでわからなかった、以前も未遂があったらしい。呼び出された母がロッカーから荷物も持ってきていてコートを渡された。正直寒かったので助かった。そしてごたごたで精神的に疲れて自宅に帰って、ニュースを見たらアナウンサーが、3月3日のニュースをお伝えします。と言った。なぜだか約2ヶ月前の3月に戻っていた。一瞬空耳かと思ったんだけど、ニュースの内容に百段だか階段だかの雛飾りだったかなの話に、不機嫌な母に今日って何月何日と聞いたら、お前が結婚できないのは雛人形を飾らなかったからかねえ。と投げやりな感じで言われてへこんだ。てか、道理で寒いわけかよと思った。しばらく呆然としてたんだけど、他局にチャンネル変えたら CM であの女の子を見かけた。しかもその CM、本来は別の女優さんがやってたような記憶がある。携帯の画面も、ネットで調べても2ヶ月前の3月3日に戻っていた。慌てて自分の身の回りを調べてみた。職場に変わりなし、西暦年号地名も変なことになってないし、携帯の明細や任意保険の支払いお知らせのハガキの日付も、2月までのしかなかった。ただ変わっていたのが、私の本棚にあった小説と人間関係、険悪だった同僚とは良きライバルになってたり、それとこの世界には、毛利小五郎みたいに有名な探偵が数名いたってこと。その数名の探偵の一人と自分が多少なりとも関わりがあったこと。その中で一番変わっていたのが親友の A だった。結構ひどい言い方になるんだけど、A の A と A の母方の親族は公務員こそまさに神、正社員至上主義、長男強心じゃない A。その中で A は長女で、氷河期の煽りが残っていて非正規雇用だった。あまり細かいことを書くと見バレするのでフェイク入れるが、A はその母方の親族のせいで会社を辞めて介護奴隷をさせられていた。暴力も振るわれていた。その A がなぜか某有名な小説家の養女になっていて、女優騎士になっていて、しかも小説家と結婚して、A の熱狂的なファンに刺されたりしていた。ウィキに A のページがあって顎が外れるほど驚いたし、しかも金A っていうのかな？顔写真が私がしばらく見ていなかったぐらいの穏やかな表情だった。ググってみたら週刊誌らしきページも出てきて、娘を金で売った A とか、A の実家がこき下ろされていた。そして私の本棚、ジャンルに変わりはなかったんだけど、とある小説家のシリーズものの最新作が出ていた。ちなみにそのシリーズ作品、今の世界での、変な書き方になるけど、現時点では、今の年月日の時点で、覚えていたタイトル以降10年以上新作が出ていないもの。とにかくここが限りなく自分のいた世界に近いけれど、違う世界だという状態なのを理解して、どうにか戻るように調べ始めたんだ。会社の人間関係に戸惑いつつ、A には最近様子が変だけど彼氏と何かあったの？とか心配されつつ、自分は母女なのにこっちの自分には彼氏が嫌がった？と驚愕した。
上記の探偵からこの間頼んだ件はどうなりましたとせっつかれてテンパり、あの時会った女の子からスタジオ収録の見学に呼ばれたり、彼氏らしき相手からホワイトデーに〇〇行こうとメールをもらい、リア充爆発すればいいのにと思い、母にはご飯まだといつも通りに言われながら過ごしていた。それでまあいろいろありながら結局戻る方法が見つからないまま2ヶ月が経過した。そして5月のゴールデンウィーク、つまりはあの日に同じようにショッピングモールにやってきた。その日はなるべくあの時と同じように行動した方がいいと思って、できうる限り思い出して歩いていた。したら男の子とぶつかり、その決意はわずか数分で消え去った。しかもその男の子、当たりどころが悪かったのか涙目になるや否や泣き出してしまった。やべっ泣かしたと慌ててなだめると、どうやら痛くて泣いたんじゃないことが判明。どうにかこうにか男の子から事情を聞くと、一緒に来ていた友達3人がエレベーターで遊んだらいなくなったらしい。それで探し回っていたら私とぶつかったらしい。もっと詳しく聞くと、エレベーターで異世界に行く方法を試したとのこと。自分も知ってはいたけど、あれってさ、10階以上の建物じゃないとダメじゃん。このショッピングモールは3階建てで、どうやっても10階にはほど遠い。だからからかわれてるだけかもよと言うと、その友達の一人のお兄さんとやらが法則を見つけたとか言ってたらしい。それなら10回なくてもチャレンジできると、それでこのショッピングモールで友達と挑戦することになったらしい。事情はわかったから、とにかくその友達を見つけないといけないわけで。それで館内放送をかけてもらうために、インフォメーションセンターに二人して行くことにしたんだ。ちなみに母は一瞬で面倒ごとと判断したらしく、あとは頑張れとサムズアップしながら買い物に行ってしまった。それでインフォメに向かう途中で、作業着らしきものを着たおじさんと遭遇した。おじさんは私と男の子を見ると驚いた顔をして、どうやってここに来たんだ？と言った。そんなん言われても普通に来ただけですがなって感想しか出なかった。おじさんは男の子に目線を合わせながら優しく事情聴取、私には普通に聞いてきた。大体の事情が分かったらしくおじさんが、悪いな、ここしばらく不安定でつながり、通じやすくなってるんだ。帰り方はわかるか？もちろんノーだから二人揃って首を横に振った。したらおじさんが私を見て、ジョーちゃんいなけりゃ連れてくだけなんだがな、どうしたもんか。と、とんでもないことを言いやがった。しばらくおじさんは悩んでから男の子を見ると、こっちの坊やは連れて行くから、ジョーちゃんはこのエレベーターの行きと帰りをやりな。邪魔が入んねえようにするから、この子の友達と一緒に戻れ。はっきり覚えてないけど、そんな感じのこと言われた。あとはせかされるようにエレベーターの行きと帰りを教えてもらい、モールのあまり人気のないエレベーターに移動。男の子とおじさんに見送られながら箱に入って操作を始めた。ただ扉を閉めるときおじさんが、同じところは無理かもしれん、すまないな、みたいなことをつぶやいてた。おじさんが言った通りに人気がないとはいえ、ゴールデンウィークなのに一度も止まらず、各階でボタンを押されなかった、2機が完了。3階で止まったんだけど、男の子の友達がいないか声を出さずに首だけ出して探したんだ。そしたらさ、エレベーターの外が最初私が遭遇した状況と全く同じだった。人が誰もいない場所、動がなくて性が支配している空間。しばらく、10分以上かな、開くボタンを押したまま待ってたんだけど、男の子の友達らしき子たちは見つからず、仕方なく帰りを始めるためにボタンから手を離したんだ。そうすると扉が自動で閉まるんだけど、あと少しで閉まるってところで急に扉が開いて箱がガタガタ揺れた。よく電車で駆け込み乗車があるじゃん。あの時にドア付近にいると感じる揺れ方に近かった。箱の中を見たけど自分以外は誰もいないし、もしかして別のヤバいの乗せちゃったと焦った。どうしようとも思ったけど扉は閉まっちゃったし、腹をくくって帰りの捜査を始めることにした。帰りも順調に進んで無事に1階に到着。ゆっくり扉が開いていくとおじさんはおらず、男の子だけの姿が見えた。扉が全部開くと男の子が、お姉さん、A、B、C と叫んだ。いやいや少年、誰も乗ってないからと思った私の隣を、男の子と同じ年頃の子供が駆け抜けていった。その男の子たちは私の方を指しながら、女じゃなくてヤバい奴が出たと激しく失礼なことを口走る。男の子が、ヤバい奴ってなんだよと聞けば、
今ボタン押すとこ立ってるだろ。お前見えないのかよ。とまくし立てる。男の子はキョトンとした顔で私を見て。いや普通のお姉さんがいるだけなんだけど。と友達を誘導。友達が唖然とした顔で箱から出てきた私を凝視。いやだって、さっきは黒いもじゃもじゃがとか、真っ黒な人影だったのになどいう。どうもエレベーターに乗ってる間、彼らには私の姿が別物に見えていたらしい。男の子におじさんのことを聞いたら、ここに案内してもらったらどこかに行ってしまったそうだ。男の子の友達はエレベーターの息をやったら、私が遭遇した誰もいない場所にいたらしく、成功した興奮よりも恐怖が上回ってただおろおろしてたそうだ。そこで乗ってきたエレベーターが再び動き出して扉が開いて、中から真っ黒な人影が辺りを探すように動いていてビビっていたらしい。ただしばらく扉は閉めないままで着替えを加える様子もなかったし、扉が閉まり始めたので慌てて乗り込んだそうだ。とにかく全員怪我もないし、おじさんもいないからとここでお別れして私は母を探した。母は私が別世界に行く前と変わらず、記憶にある場所と同じ場所で探し物をしていた。その姿にものすごくほっとした。それから買い物も終えて、夕飯を食べて、なぜか私がおごることになっていた。帰宅。そのまま今に至る。会社の人間関係ももちろん元に戻ってたし、彼氏も探偵もおらず、小説の続きも出ていない。唯一の違いは、親友 A が介護をしていた相手が1ヶ月前に亡くなっていたこと。最初にいた世界では存命。A が右目を失明していたこと。亡くなった状況に事件性があるとかで A に容疑がかかり、私が何か動いていたらしく無実が判明したらしい。これで最後です。おじさんが扉が閉まる前に言ったセリフはこういう意味だったのかと、今思ってる。ただ、先日元少年に会うまですっかり忘れていたのが不思議だ。これだけ強烈なのになんで忘れてたんだろうとさえ思う。しかも今もどんどん忘れていってる。お姉さんがスーツ姿、おじさんは作業着なのはかろうじて覚えているけど、すでに顔は思い出せない。あっちの世界のエレベーターの手順を詳しく。こんな感じでした。男の子の話だと、応用がわかれば特定の階の建物以外なら何階でもできるらしい。とりあえず今回の方法を書きます。まずは1から。挑戦したのは3階建てのエレベーターがある建物。前提条件。階数ボタンがキャンセルできるタイプ。邪魔が入らない、つまり挑戦者以外の人間が来なそうなエレベーターにすること。操作中は声を出してはならない。あの子たちはなぜにゴールデンウィークのモールを選んだのか、絶対邪魔が入るだろうに。時間は関係ないそうです。できることなら複数人でやり、一人は扉の前で待機する。1、エレベーターに乗る。人数制限はない。2、乗ったら最上階、この場合は3階のボタンを押し、素早く閉まるボタンを押しっぱなしにして扉が閉まるまで待つ。3、扉が閉まる直前に開くボタンを押し、今度はすぐに離していい、開いたら閉まるボタンを押し、これも指を離していい、3階のボタンをキャンセル、開くボタンを押す。ここまで比較的素早くやることがいいそうです。4、次にエレベーターに乗ったまま、3階、1階、2階、1階、3階、2階、1階、2階、3階、2階、1階、3階と移動、キャンセル操作はなし。この間に邪魔、誰かが乗ってきたら失敗らしい。5、3階に着いたら降りないで、1階、キャンセル、2階、キャンセルの順にボタンを押してから、今度は普通に1階、2階の順にボタンを押す。各階ごとに移動して停止、都度自動で扉の開閉をさせてから次のボタンを押すこと。6、2階に着いたら案内人が乗ってくる。話しかけてはいけない、性別不明。ただ女が多いらしい。7、乗ったら1階のボタンを押しキャンセル、その後普通に1階ボタンを押す。8、押すとエレベーターは1階に行くものの扉が開かず、そのまま3階に上がっていく。上がっている途中で別の階を押すと、危険できる。9、3階の扉が開けば別世界へようこそ。ちなみに帰りはこの逆に操作すればいいそうだ。ただし条件があって、絶対に行きと同じ箱に乗ること。つまり、その別世界で降りてエレベーターが動いてしまうと帰れない。帰るには同じように異世界に行く方法の操作をされたエレベーターでないと帰れない。だからその世界での挑戦は必ず複数人で行うそうだ。一人が操作、一
一人が別世界に到着したエレベーターが動かないよう扉を開いている、一人が最初の場所で待機だそうだ。途中で乗る案内人は、最後にはエレベーターから降りてどこかに行ってしまうらしい。男の子の友達のお兄さんの話だと、最初に操作するエレベーターのボタンの数字、あれが合計24になればいいそうだ。多分24イコール1日の時間、24時間だと思われ、特定の階の建物っていうのが、24にしにくい建物のことじゃないかと。特定の階についてははっきりと聞いていないので憶測になってしまってごめん。ただ病院だけはアウトだとは言ってた。こうして箇条書きにして改めてみると、自分よく一発で覚えた&成功したなって思う。てか、これの誤字脱字をエレベーターに乗りながらチェックしてたら、いきなり止まってビビった。しかも扉が開かないとかマジやめて。ちなみに元少年に会った時エレベーターの方法を聞いたんだけど、どういうわけかこっちの世界の手順になってた。しかし時々 A からキラキラした目で見られるのが辛い。それ多分中の人？違うからさ。何アグレッシブにやらかしやがって、私がいない間のこっちの世界の自分は、そういえば関わりのあった探偵が、いそう？どの感じかわからない、が違うならリーマンズラかと思いましたが、どうやら中心が違うようなので、リーマンズラではないようですねとか言ってたの思い出した。こっちの坊やは連れて行くから、ジョーちゃんはこのエレベーターの行きと帰りをやりな。行きと帰りって何？異世界へ行く方法と帰る方法ってこと？あとなぜおっさんは男の子だけ連れて行って書き手だけがエレベーターに乗ることになったのかがよくわからん。二人ともおっさんに元の世界に連れて行ってもらえばよかったのにな。私はエレベーターで異世界行く方法だと思ってはいる。実際にやったし。おじさんに聞いたわけじゃないからこれも憶測になってしまうけど、男の子だけ連れて行ったのは、その世界にいた時間じゃないのかなと。第6話、最後の教え。俺が地元を離れ、仕事してた時のこと。休みもない仕事だらけのゴールデンウィーク中に、めったにない実家からの電話が来た。親父帰得、脳腫瘍。もって数ヶ月。親父が定年を迎えようとしていた、ほんの数ヶ月前だ。俺にマイコンを教えたのが親父だった。仕事に穴を開けることができない状況にいた俺は、盆までなんとか持ってくれ。そんな身勝手なことを願っていた。そして7月に入ったある日、夢を見た。端末に向かって仕事している俺。すると、いつの間にか親父が後ろにいた。仕事はどうだ？仕事中の俺は一瞬驚いたが、生返事を返し、黙々と仕事を続けた。C は覚えたか？ヒューレット・パッカード・ユニックスはこう使え。などなど、初歩的な講釈を垂れる親父。延々続くそれがいい加減うざくなり、つい口が滑った。んなのはわかってる。俺の方が詳しいっつーの。すると寂しいのか、嬉しいのかわからないような微笑を浮かべ。そうか。そう一言言い、どこかに去っていった。そこで目が覚め、目覚ましを見ると6時半過ぎ。珍しく早起きをした。しっしゃ。仕事始めてすぐに実家から電話。親父死亡の連絡。心の準備はすでにしてあったのでショックはなかった。死亡時刻は、その日、俺が起きたちょっと前だった。その後、無事葬式を終え、会社に戻ってふと夢を思い出した時、式でも流さなかった涙が出た。泣いた。闇雲に働いて死んでいった親父の人生に虚しさを感じたからなのか。仕事にかまけて死に際にそばにいてやれなかったせいなのか。枕元に立った親父に対した言葉をかけられなかったせいなのか。削られた人間性を仕事のせいにしようとしていた自分になのか。夢で見せてくれた最後の表情の意味を理解したせいなのか。あるいは全てのせいなのか、よくわからないが。ただ、街を離れる列車を見送る親父の、目を赤くしている姿だけは今でも強く焼き付いている。いやー、何のせいなのか、涙がちょちょぎれてしまいましたねー。近々重大発表もあるので、楽しみにしておいてください。では、ご視聴ありがとうございました。おやすまー。